2番酒井、そして6番の物部も続いています。最強勢が上がってまずは5番の木村を抑えていきました。木村はすんなり車を下げます。残り2周の1センターにかかるあたり、4番手の内側で並走する5番の木村、4番の斉藤が4番手の外にいます。バックストレッチ、4番の斉藤が前に上がる。これを見て9番の山崎も踏んでいく。4番の斉藤が前を抑えて9番の山崎は車を下げました。しかし5番の木村も一気に前を叩きに上がる。4コーナーからホームストレッチ、間もなく残りが1周。5番の木村が前を叩いて、さあ2番手3番の殿崎が追いつけるか。内側4番の斉藤もいます。3番の殿崎が少し離れる形になったか。バックストレッチ、2番手は4番の斉藤が収まった。3番手1番の宇賀神が続こうというところですが、しかしこの後ろに3番殿崎が入る形になりました。5番の木村先頭で4コーナーから直線。木村が先頭、追うのは斉藤。木村が粘りそうです。ゴールイン。2着4番斉藤、3着に3番殿崎です。